Yeah.
次で最後の曲になるんですけど、最後の曲は少年っていう曲で、皆さん少年って聞いたら、どんなイメージをまず思い浮かべますか？僕は初めになんか無邪気に芝生でサッカーボールを追いかけたり、なんかバットにグローブをこうやってかけて走り回ってる無邪気な子供たちを浮かべるんですけど、はい、次の曲を聴いてるとなんかふと自分がそうであった、時代のこととかをいろいろ思い出すわけなんですね、はい、それでも、一種のエモだと思うんですけど、はい、だから皆さんもそれぞれ少年少女時代があったわけなんですよね、はい、だから、皆さんがそう出会った時代をぜひ思い出しながら聴いてほしい曲です。最後の曲、少年という曲です。ありがとうございました。ミスターチルドレンの曲でした。
内側へと僕は手を伸ばしているよ。ありがとうございました。